生放送という思いを忘れたから僕という思いを今日は久々ですもんねあだから曜日というのが分からなかったから何曜日っていうのんえでギリギリになってあ生やとはい生やからちゃんとせなあかんっていうのすね な,なんかおかしい俺いやいやおかしくないですけどなんか師匠がちょっとなんかね少しあのお疲れの様子いやだいぶ疲れてらっしゃる疲れるとかいうのはそんなもんは疲れへんがな,な <laughs> こんな楽しいヤングタウンに <laughs> いやいやあんまそういうことも普段言わないじゃないですか、うん、そんなことそれって疲れてる証拠じゃないですかこんな楽しいヤングタウンにはちょっと <laughs> はい <laughs>、はい、ヤングタウンなんか楽しいやんか今日はあのたまたまねタクシー乗って今聞いたら思うけあのタクシー に乗った人が前に乗ったことがある方でその方の話をしたっていうんで名前覚えとかなあかん思んたけどそういうの忘れてもたわ多分西橋さんから西橋さん西畑じゃなくて西橋さんちょっと混じってたら言いにくいです西橋僕が今度やるのは西畑保という役ですよあ役割は偶然ですかそうですそうですあれ字も一緒ですか字も一緒です西畑 あの三十五年目のプロポーズっていう、まあ、ラブ。お疲れがね。うん、まあ、そうだよね。あ、だから、しばらく俺ちょっと黙っとくから、お前ちょっと喋ってくれや、頼むわ。 僕に任してもらって任せてもすって任せてもら任せてもらありがとうございます部署はお疲れなんでねやっぱりね話すこといっぱいあるんでしょやりますよ私は僕あの今週はものすごい充実しましたなんか息子と娘連れて MBS 来たらしいなあ、すいませんちょっと先週はそっちそっちですねあのお邪魔しましたあの大阪にまあ僕も家ありますし泊まりたいって言ってまあ春休みとかも連れていけないのでじゃあもう大阪来ちゃえばっていうことででそこへ泊まったのはいそんなんせんとかやろ でもいか、だも布団新しい買って、奥さんも、そうです。うん、奥さん今そんなの寝たら、そうですね。嫌がってましたね。はい。嫌がったとつ。はい、嫌がってましたね。嫌、それ嫌がるやろお前。奥さんめちゃくちゃ綺麗、綺麗好きやしだあのでも二日のうち一日しか僕は泊まって一緒に泊まってないんですよ。なんでなの？あのそのまあなんか一応中井んの家にいたので僕。 その日は一回な中井さんの家に友達してもらったりとかしてたんで。で奥さんは自分の部屋に。自分の部屋とで息子となんかそっちの方が気が楽そうだったんで。<ー>で USJ 行って USJ 待ち合わせで。まあ USJ でもう一人ちょっと,ょっともう一組ごお中井氏のお友達のご家族と一緒に USJ。まそのお家族がどこで泊まったの？その方たちはこれをすごい縁で、うん、東京の職業体験みたいなのができる関東ってとこに、うん、まあ僕はいなかったんですけど奥さんとその子供たちと行ったら、うん、その うちの上ののの上子子がすごいいい仲良くなった同い年の男の子がいた同年男んですよ、うん、でもその子が実それ1か月ぐらい前の話なんですけどなんかその子があの仲良くなりたいんだけど実はもう来だからあんまり仲良くしてもみたいな「あでもなんかまた会えるかも」とか言ってて僕が「だったらじゃ一緒に USJ 行けば」っていうことで、うん、まあそのご家族だからまあ、うん、ゆかと子供たちは2回目です僕は初対面ですけどどっちがそのなんていうかその友達になりたいって言ったの お互いにもすごい惹かれ合って2人で初めて思えないぐらいすぐバーって仲良くなったんですってそれで今京都にこれから春から小学校1年生で京都に住むって元々京都の方なんですけどそのご両親が一緒にだから USJ 僕もそのご家族と一緒に回りました何を回です遊んで遊ん遊びました 難し <laughs> いだ <laughs> <laughs> すみまん、US <laughs>。難しいですよね。U S J って言葉が。<laughs> ユユニバでいいんじゃないですか。そしたら U S でもね、これユニバは関西の人が言う略し言葉なのね。はい、マクドと一緒なの。で、俺がユニバって言うと、 関西に染まって、なれないのに関西人にみたいな感じになるのが嫌なんで、あの USJ って言わないと言えないんだけど。言えてないやんか。言うんだ、ユニバって言ったらどれだけ楽なことか。でも、俺は言いますよ、ちゃんと USJ って。USJ。<laughs> 難しいんだって USJ って。も <laughs> 言えててないう USJ。USJ。USJ。J がちょっとよ談がたまっちゃうい<や> <laughs> じゃないです <laughs> か。<laughs> おかししいいんやままあでもちゃとは行ってきたお前そのあのあれじゃあ口の中のここの肉がちょっとガーッと出てくるんちゃうかキレってね時けどキュッとはるけどいやもう年々は確かにねこう喋れなくなってるんですけど喋りにくくなってるだってそれこそ僕だからそれこそねこ間まで海外行ってましたけどそうそうドバイ行ってた今日もらいましたよねお土産は あのレッドワインって言ったのにあの白ワイン出てきました。レッドワイン。ホワイト？レッドワインって言ったらオッケーって白白ワイン出てきて何から間違いかと。もうレッドすらも聞き取れてもらえないのかって。なんか活舌がね結構やっぱりちょっと。あ英語にしてもダメなの。ダメ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 だよ。ダメ。ドバイは俺はまあ知ら全く知らないけども。 すごい、いいとこなの。いや、もう、とんでもないところです。ちょっと正直ドバイって、なんか。ちょっと悪いイメージありませんなんか、こう、それこそ誰かが逃げたりとか。ああ、ね。ね、なんか。お金持ちのイメージ。お金そう、確かに。だから、僕も本当になんか。あ、えっと、カンドラ、それは、あの、イスラムの方で、まあ、その、まあ、人によるんですけど。でも、ちょうど、ラ、ラマダン中って言って、イスラムの方だから、もう。水一滴。えっと、そう、えっと、日が上がってから、太陽が上がってから、太陽がもう沈むまでは、もう。 水一つ飲んんじゃいいいけなな、えー、<う>暑くまあ今ちょうどねこの季節はいいみたいででもやっぱもう夏なんか本当に一番暑い時は45度だってえー、それでもう飲んじゃダな水一つ飲んじゃいけないおか、えー、しいんその代わり3時までに仕事が終わるんですでも早くったら午前中で終わるんですってだけど何時から何時まで飲んだらあかんのえだから時間は決まってその要は太陽が上がった時間からもう日没までですね めめちゃめちゃゃあるやんいいやもちろん妊婦さんとかあの体がちょっと調子が悪い方は、まあ、水ぐらいは飲めるんですけど基本はあのもう一滴もせずにでなんで毎回この時期はあのー、宗教上のじ理由でですそれも食事どういう事情やないやその水とかを飲んでラマダンという時期はまあ断食とかその時期はダメで、うん、断食やからからですねでその日が下がってからみんなでだから夕食会みたいなのやるんですよその、うん、みんなで集まってみたいなそれは楽しい まあそこはすごいだからもう盛り上がっ僕もちょっと実はそこにちょっと参加させて初めて参加させてもらって誰ののとこにそ要はラマダンの後にご飯を食べるお食事会みたいなのがあるんですよそこにうちの師匠好楽と僕と楽コでで僕らあのカンドゥーラっていうその本当に向こうの格好もさせてだからまあなんだろうすごいあの僕そんなの着てて大丈夫なのかなと思ったんですけど多分あの外国の人が着物着るみたいな感じで多分歓迎してくださってで僕もなんか結構だいぶ似合いまして。<laughs> あの白のお前めっちゃ似合うなこれ見たかお色これ見た赤色のタバめっちゃ似合うあの僕なんかですねあの赤色あぶあぶだびの交代しかなかった顔がなんかそっくりででもかもう家もそんはい僕なんかはいあのすごい歓迎してもらいました本当に現地の人ですよねあのこれこれラッコの投稿なんですけど最近ラッコもしたんですけどあの僕があまりに本物すぎてあのめちゃくちゃ 立ち方といいオーラもちょっとひげを伸ばした。やっぱねあの向こうはひげを剃らないんですって基本は男性は剃らないんですってだからまあなるべく僕もちょっとあのまあ何日かですけどひげ剃らないにしたんですけども。格好情けない。そうですねあのあいつあのその格好してもずっと若手感みたいな感じで向こうの人にすごいいじられてました。なん着られてる感じしますよね。着こなしてます。よねいやいやお前すごい似合ってる。俺がモンゴル行った時みたいな。モンゴルちゃあどこやったモンゴル。 ブータンブータンは俺がブータンの衣装着たらみんなブータン人やと思ってもう完全にブータンのあの一番幸せな国ですよねブータンえブータンの夫人やブータンの夫人に似てたブータンの働く夫人に似てたほんま海外行くとねそれすごいわ これなんかで伝えることできないのかな。あいやもう載せてるんれ靴とかでちょっとリポストしてもらえばはい。もうでも本当にもう何もかもが世界一で、もうその砂漠から成り上がった国ですけど、まだもちろん砂漠もあるんですけど、砂漠の中にもなんかあの砂漠から成り上がった国。要は石油とかをこのすごい10年で一気にこうでこれ2000年代から一気にこうどん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 もう。 あのターすごいもう 870m のブリジャーカルファっていうも、うん、世界一のターが立ったりとかうん、うん、もう何もかもが世界一なんですよ、えー、もう世界一の観覧車とか,、えー、か観覧車ってなんか1時間か2時間ぐらいかかる観覧車がそれはもうなんだそれは乗れなかったんだけど一、えー、個のそのもう観覧車に乗る人数がトラックぐらいの大きさと、えー、か。えー もう全てがでさらに砂漠の中にずっと行くと、あのー、なんかそういうスパとかホテルとかがあるところにそこに食事に行きましょうって言ったんですけど本当に砂漠でもうなんか普通にガゼルっていうのとかなんかもうそれこそオリックスで動物たちが普通にいるの。 その要は砂漠で生きてる動物たちが。で、どんな。あの、それこそ、えっと、鹿。鹿みたいな。何で行ったの。もともとは。あ、もともとは、えっと、誰かに。えっと、ちょっと、あの、ドバイで、いろいろお仕事をされてる方がいらっしゃって。誰の知り合い。それは僕の知り合いです。あの、去年ちょっと知り合いまして。で、あの、僕の武道館もすごい人数で来てくださいまして。ドバイから。ドバイから。 ドバイと日本行き来してるんですけどでも来てくださって<ー>でちょっとその人もいろいろ日本の文化をいろいろ広めてる方でうん、うん、またちょっと毎年やるからまず一度ちょっと見に行かせてくださいっていうことで、うん、うちの師匠もいいですかってことで,でドバイワールドカップとかちょうど昨日あったんですね昨日ましたね競馬、うん、競馬の、うん、それこそカーダジョッキとかルメールとかもトップジョッキーだけいったんですだからそういう人たちを「いや見に行きたいスケジュール全部入ってるから開けたよ」って言ったんですけど、まあ、うちの師匠もいい加減なんで今日はあのスケジュール入っちゃってたんですよね。 だからドバイワールドカップの前日に帰るっていう謎のスケジュールだったからもうそうだけどもう競馬場行ったらもう興奮してうわーって言って七十七歳もう少年のようにずーっとすごいすごいって言って競馬好きやからでそれもだからもう年間そんなに開催しないですけどまあ王様が馬が大好きですから王様なになものすごい数の馬を所有されてるのでまあ王様が立ててもう全部設備もでその砂漠なんかも もうすんごい広大な持ちの土地なんですけどあこれはある王族の方の持ち物ですみたいな持ち物がちょっともらえへんかったここの土地はあんたあげるわって誰か行ってくれるかなと思ったんですよねさすがにちょっと誰もくれなかったですね <laughs> ちょっとあげるよみたいなのがあればよかったんですけどそれはさすがになかったです、うん、でまあ何回か行けばもしでしたらね、うん、あそこあげるよとか言ってくれる人がいたらいいなと思ってますもらってもどうしようもなくないですかいや,確か,いや確かにね でもまあちょっとやっぱりもうすごかったですなんかもう一度見に来ててあのやっぱな,なんか映像とかで見てもまあ確かにすごいタワーだとかあるんですけどもちょっとそういう連中ででもあのどうもまあマンドさん、はい、マンドさんずっと喋ってますけども、はい、あの「NBS っていうのはあなた掛け声しないとダメですよ」ははだとしたら今のところまでそんなに盛り上がるところがないんでちょっとまだ言えないんですけどあそれは本当にドン <laughs> と盛り上がらないと言うたあかんからね

そうですね。うん、あのドバイで髪も切らしていただいて。えー、え、どういうところですかドバイの髪。床屋さん。床屋さん。さんインスタライブで。したはったんですよ。ちょうど切ってもらったはるところ、インスタライブした反応、私ちょうど見てました。はい。見てみました。はい。現地の方と変わらない顔二つ。えっと。<laughs> <laughs> すごいなんか、かっこいい。ええ、いくらぐらいなんでのカットは。それだけだから、あのー、酔っ払っていったから。 ななんんかか全然なんかいや結構だからお食事で飲ませていただいてはい、はい、でとにかくドバイモールっていう東京ドーム28個分のモールがあるんですよ。っっ<ー>って言って言かったで28個分とんでもない広いで要はお酒売ってるところがすごくらいしかなくて、うん、だからそのホテルからそのドバイモールのリカーショップまで行くのに毎回キロぐらい歩かとくそれで最初に初日に買ってタクシー乗ろうと思ったらあの僕が多分やっぱなんか。 タイミングが悪かったのか「そんな近いところはダメ!」って言って「こっちも生活がある」あのそんな言葉を喋ってるんですよなんか「こんな君は近いからダメもう歩け歩け歩け」って言って「セブンミニッツセブンミニッツ」って言ってそれぐらいで大丈夫だからって言ってだから僕も「あそんなもんなんだ」ってもう、まあ、歩いたら35分かかるタえム <laughs> 最高のタイミングでしたねいやびっくりした,りしました今じゃない <laughs> <laughs> そうそじゃあやってよ <laughs> MBS ヤングタウンいや,いや,いや,いやだとしても今じゃなかったでしょみんなびっくりしたじゃないですか <laughs> そうだよだから気づいたら俺だけヤングタウンって言ってたよ <laughs> 初めて言えなかったしゃあま MBS って言って皆さんに投げなきゃいけなかったね、うん、自分がヤングタウンになりすぎてて MBS 行った瞬間にヤングタウンって言っちゃったから誰も言えなかった <laughs> うーん師匠がちょっと師匠すいません もうちょっとあのやっぱり僕じゃなんでやっぱりししっかりしてください。しっかりしてください。しっかりしてください。しっかりしてるわ。すというわけでございまして、マンドウがですね、まずそのね、口火を切りましたですけども。えあのまだドバイの話とかいろいろしていただきたいと思いますが、私、遅れて潰れた。金城亭マンドと。田口わりと。藤林敦子でお送りしていきます。今夜は生放送です。皆さんからのメールお待ちしています。アドレス、ヤンタンアットマークエムビー一一七九ドットコム。

今日はメールがですねたくさん来ておりますんでペゲコにすがみんなそれぞれパートで渡しますんでますまず鶴瓶さん「ありがとう浜村淳」です聞きましたよということでおせいろお世話あんしだいまし金曜日の「ありがとう浜村淳」聞かせていただきました浜村さんは年齢を重ねても相変わらずおしゃべりが面白いですね。浜村さんは歳ににななってもご自身が元気こと 触れず鶴瓶さんの元気の秘訣はどこにあるんですかと鶴瓶さんの質問これは浜村さんにしかできないジョークですよねいやもう90になったからできるんであってねこれすすごいですねその今西畑に聞いたんですけど終わり方がかっこよかったんですよ五十年やっててあの終わり方はす素晴らしいなと思いましたね何も言わずに普通にこの後はこの後はって あのあす松井愛さんの少し愛してですって言って終わったっていう。うん、いやだから最後のご挨拶がなんとか。ご挨拶がそうなんですよね。<ー>ええー、俺なんかやったまあ今はそうじゃないですけど、俺なんかやったらもう。 泣きじゃくってるやろな、その。<laughs> まあ、昔はね。か,かっこよかったなと思うね、それ聞いて。その浜村さんは鶴瓶さんの映画をよく見てて、本人よりも中身を覚えてはりました。そうそうそう。うん。うん、アマロックの話題も出ていましたが、映画見る前のいい予習になりましたというと。まあ、アマロック面白いですから、ぜひ見ていただきたいと思いますね。そして、これ、あの、こちらも、柴馬さんも。 一昨日金曜日のありがとう浜浦潤です拝聴しました、うん、いや関西ラジオ界において歴史的な日ということで土曜日はまだ続けられるとはや50年という半世紀にわたって声を届けられたこの番組の幕を下ろされたそ最後の日にくしくもアマロックの告知でゲスト出演されるっていうのもすごいなということですありがたいですよ呼んでいただいてね、うんうん、これまあ西畑もディレクターですから、うん、ちょうどこのヤンタンの だからあれもいい時にやってますよね。はい,い,やいやはいあれまだね新番組や、ね、テレビはないねんだ。ん西畑見てどうする、ね。ごめんなさい。<laughs> あとニュースキャスターもそんな横向かないでしょ。もしだテレビだとしても。<laughs> そうですね。うん そんな見ないでしょ。本人が帰ってこない。やまあ人のこと言えない。あでも僕もあの今度ありがとう浜のラジオ50周年記念イベント4月のあの15日にえ？出るの？出るんですか？あのスカイシアターの方で僭越ながら僕と福島で漫才をやらせていただいてええヤマターンがはいあの伊吹弘志さんとかね坂本冬美さんとか出る中に私もあらすごい出ていただいております。はいええありがとうございます。 シ師師匠匠っったはんねでももいいいいららししゃゃまますャンプーハットさちゃんと大きく顔写真ここに僕らが漫才をやるというとんでもないことになっておりましてひどいなあいや本当にもうトムちゃん気に入っていただいてほんとに浜村潤さんトムちゃん好きなんですよこうやって近寄ってきて「トムちゃんある?」って言われて「あります」って言っていつもお渡しするのは僕の中でも本当に気に入っていただいてありがとうございますお前の武器やなはいありがとうございます 浜村さんにお茶はまってますスカイシアター MBS でやるんですよ新しい劇場で初めて探していただきますスカイシアターいい劇場だって聞いてますけど1 2 0梅田の大阪駅直結のところにできたんですけど梅田の駅のところにあんねんできたんですよすごいすごいですねこれすぐチケットも完売ってなりましたねゲー芸人がまあ西垣義将とシャンプハートさんとはお前が役立って ええすごいよね。まあもちろん福ちゃんがね司会だってのもあるけど、あ福ちゃん司会司会るんだ。ですけどまあそういう中でねここに立たしていただけるっていうのはまあそうだけどまあの M1 であのどこまで行ってんのねグランプリやろ M1 グランプリすいません夢には描いてますけどちょっとはいはいありがとうございます。はい続いてあのマリリンさんの

ラジオ大阪の番組が終わりまして、三月末です。お前の番組終わんの?。いや、終わりました。ええ。そうなんですよ。三月末。で、その後は誰がすんねん、お前とやのパンやっててあと誰ができんねん。いや、もうね、松竹がどんと。やってんの。その枠を、ええ、四月からされるんですけど、チキチキジョニーさん。あと、森脇健児さん。で、ええ、諸共さんと小野恵理子さん。で、あとは、ええ、原田。そうです。松竹芸のがもう、三曜日。 すごいね、その時間帯やられて。 で、まあ、木金と原田さんっていうアナウンサーの方との女性タレントの女の子がついたりとか、うん、して結構松竹ごとんと行くんですけど、うん、私と矢野パンさんは外れ松竹のツートップじゃないですかでも矢野パンさんとは、えっと、あと2つ一緒に仕事してるんで、うん、<laughs> 3つしてたので、まあ、番組ではマリリンの人生相談のコーナーがありましたが正直、人から相談を受けるのはどんな気持ちでしたかという。<laughs> どんな気持ちでしたか?。これ生やから、あのね、ちょっと悩んでることがあったら、あの、言うたら、マリリンに相談したい。マリリンは。その番組でも、ちゃんとした相談には乗れてなかったかもしれませんけども、私に相談がね、やったら、メールいただきたいと思いますね。ぜひぜひ。はい。私、お付きするわけですね。これは。いいんですか?。いいんですか?。マリリン人生相談という名前やったんで確かに、マリリンはここの番組に使ってないのに、向こうの番組で、マリリン人生相談やってましたね。 今逆にね向こうに行ったんだもんね逆輸入コーラーが戻ってくるんだったら逆輸になってますけど片肘張らないところが実にヤノパンらしい最後もいつも通りの放送でとても良かったですとね。確かに涙涙は全くなくはい、終わりましたねあとはマンドーさんへのコメントも来てますええおせへやさんですマンドーさん先週の梅田ラテラルでの 自上伝出版記念イベント楽しかったです。あ、ありがとうございます。はい、梅田でやりました。うちの書がつまらない出版販売イベント。はい、主は来なかった。いや、来てないです。僕と福ちゃんでトークという。トークショー。何でで福ちゃん？あれは福ちゃんがまあ司会で、僕が一応その出版社じゃない出版社じゃない著者として。

<laughs> 顔、顔、いや、ほんま、いや、顔。まあ、だから、著者と、え、え、著者で、著,著者とし、あの、ほ <laughs>、本を書いた人間として、あ,<ー>あの、福ちゃんが司会で。<laughs> うん、まあ、それプラス、えー、そ後半は、ヤングタウン漫才イベントということで、はい、あの漫才を。ネタしを3本梅田ラテラルは、観客から、出演者にお店のメニューを差し入れできる。んですよ、ね、そうなんですよね。<ー>差し入れのハイボールを飲みながらのトークは、万藤<ー>さんも楽しかったんじゃないんですかって。 飲みながらあの結構そういうトークイベントとかトークライブハウスってまあお食事もできるんで結構飲みながらご飯食べながらこれ梅田ですすごいいい会場ですラテラルっていう新しいところで<ー>で童山のったりですけど、うん、それでなんかこうまあそのお客さんも飲んだり食べたりできるんですけどその出演者に、まあ、いっぱいあげてう誰々さんからとか,<ー>とか食事も行きますもんね食事もドリンクも。 あっちはあの、マンドさんの見に行ってないんですけど、それこそ矢野パンさん、七井さん、あと。ええ、谷口まゆみ。あ、谷口まゆみさん、あと中西正雄さんのこの同世代トークショーみたいなのがあって、そこ行きまして。それ見に行った時に、同じ会場やったんで、で、みんな、こう、飲んでくださいみたいな感じの。すごい、あの雰囲気のあるところで、やりやすかったです。結構、皆さん盛り上がっていただいて。結構近いですよね。こん、どれぐらい差し入れもらえるんですか。いや、まあ、さすがに、でも、その後、ネタのシア漫才があったから。 えっと、福ちゃんも珍しくちゃんとちょっとセーブしてて、僕も二杯までにしてきました。飲んでますね。でも、枝豆とかね、いろいろ差し入れしてもらったりとか、いや、そういうのもあるから、お客さんとの距離感も近いですし。で、多分、皆さん全員ね、本読んでくださってるから、本の話も結構盛り上がって。いいな。いいいお、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 お。喫茶店でしたね。いいな、お、羨ましい。これやなっていうのを読んでください。これ、やなありました。

そうです。うん、あの、会費まかりなんで、うん、うちの子供たちはだから、すごいんですよ。どって,はなってもうだって、手厚い待遇なんですよ。その市民は、帽子からユニフォームからチケットから全部もらえるんです。子供たちは。ええー。そうなんですよ。もうだって、毎回だから、む、無料券みたい、二、まあ、二階のスタンドの方で、上の方ですけど。うん、もう子供たち、みんな、だからし、しょ、っちゅう行ってます。

そういう意味で多分。ロッテの僕はまあロッテ、僕はあんまりでもちょっとそれ。あんまりどこファンとか言わないようにしてるんです。え、ななんでですか。<笑><笑>そこまで思い入れがないのと。 あと結構知り合いも多いのでなんかどこファンって言うとちょっとめめめんどくさいというのとあといろんなところでやっぱファンですって言わなきゃいけない時もあるのでだからちょっとどこファンとはちょっと今言うのうなリアルな話で師匠だってずっと言わなかったじゃないですかあんまり好きじゃないとか師匠もずっと結構数年前までもうあの絶対に言わないってもう。 一生は本気じゃないですか好きすぎて逆に好きって言えないくらいの好きさじゃないですかまあな僕のタイミングでそこはお認めになりましたけどやっと阪神が勝ちましたし今日今はね勝った良かったなと思ってあれね三太って食らわされてたらもう大変なことですよねうん。怒ると思いますけど森下が打ってよかったですようん。そうですかえ。えかっこよかったなと思ってあの小村 あんなとこでホームラン打てるってやっぱりねちょっと掛布の血が入ってるんじゃないですかあここでホームラン打てるような難しいですよあんなとこでホームラン打つなんてアウェイでしかも点が取れない状況でのホームラン打つってうねまだ新人やんか2年目ですかねなかなかできないと思いますねうん 柴さんからですドバイから帰国のマンさんおかえりなさいただ、うん、でさえ濃い顔がひげを伸ばしてもはや現地の人になってましたねと、うん、石油王、ね、のままなんかそのまんまでしたと、ね、あとですね、はいえー、そういえばラッコウさんはドバイの砂漠の真ん中からスマホ1つで我が佐世保のコミュニティ FM を 通してててラジオの生放送されていいてすごい時代になったものだと痛感してま彼コミュニティ FM 佐世保のそれこそ司馬隆さんの地元の、うん、コミュニティ FM の木曜日のレギュラーをやってて、うん、夜6時から、うん、毎週絶対どっか東京だろうが佐世保だろうが、ん、必ず1時間生放送してるんです、うん、もそれで僕も軽気持ちでじゃあドバイでやればって言ったら、まあ、時差があって昼の1時だったんですけど。 だからみんなでちょっと関係者でそのそれこそ砂漠のど真ん中でご飯をみんなで一ようとかも含めて食べてるときにちょっとすみませんちょっと抜けますとか言ってでも1時間帰ってこなかったんですけどその放送をやってて砂漠の中で生放送してましたすごい事態だな砂漠のど真ん中でご飯ってどうやって食べるんですか砂入りませんいや建物は建てますああそういうことかびっくりした砂漠の中でになりました砂漠の中であのねシート引いト ドバイは砂漠の町やから、砂漠の中言ってるだけで、別に砂の中で食べてます砂のね、ね、砂の中でレジャーシート引いてさ、違うから。サンドイッチか。違う、もう信じられない高級な建物があって砂漠の中に立ってる。立っての、で、それはも砂漠、真ん中、地下に入っていくんですか、砂漠の中って。砂漠の地下って何?。砂漠の地下って何?。砂地獄。バン見すぎなんじゃないの、もう。 どういうこと <laughs> いやでもだからビバンですよイメージはね <laughs> だからあの魚が別班とか隠れてとかじゃないから砂漠の地下の,あのジャミンを助けたジャミンが水飲んでとかそういうのじゃないから、うん、じゃあないの <laughs> 違うから<え>砂漠にもう本当にそれはだって要は王様の敷地があるのはいでそこはちゃんともう何王さんんにおんの王様はだからえー、っとロイヤルファミリーは4つって言ってましたね<ー>他にもでもでそそれこそ カザフででもそうでしう。他にもだから各王様がいるんで、うんうん、その王様によっても全然違うらしいんですけど一番大きな王様は誰やの一番いやえー、っとお金持ち具合で言ったらなんか、えー、ドーハのなんか王様ものすごいお金持ちだって言っても,もうあの全員信じられないお金持ちなのでもうなんか全部だからそういうそれはエマールっていうのがもうドバイはすごいんですけどもう全部、えー、全部。 あの僕も何度もその MR って口が裂けても言えないなと思ったんですけどもあのロバにものすごい違うそれぐらい本当にロヤルファバ口お前が口が裂けても言えないやつを俺は言ってしまったホームクリーンに MR はいいんですよ MR はいいんですよ MR はいいとてもいい柔軟剤ですよね柔軟剤あれなんだっけわかんないけどそういうエ味で MR っていうのがものすごい建物全部 MR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  って思ったんですよで梅田のビル全部 MR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  みたいになってること エマルって王様？おま王様の顔が思わずですよ。思わ<う>れる。何かエミリア頼むって。思われる。エミリアもうだって今砂漠のね地下っていう話から今思われるになっちゃってるんだから。でオマーンもあるってさオマーンっていうね国もあるのね。うん、<う>エマールって王子様？エマールって王子様って言うとエマールって企業があるのよだから。あ,<ー>あのだからビーマンでさあのニノミヤくんがほら何あのニノミヤくんっていうかだからあれ会社やってたじゃない。 みたいなことよ王様だけどあのとかトップだけど会社もやってるみたいなことでまあそれで砂漠の中に要は自然保護地域なんですけど要はその予約した人だけ入れるんですねんか警備があってこうんか要は予約を出すとブワーって開いて砂漠がピカッと砂漠がピュるじゃん白木ごまみたいなイメージそうじゃんそこに 砂漠,の砂漠がややこしいんやけども、うん、そこはちゃんとその別に暑くないんやろその中暑くないですも,うもちろんもう全部ちゃんとした設備で、うん、もちろんドームの中はいいあの砂やからね暑<う>、うん、いんだ。 いやいや砂漠は暑いけどもちゃんと建物は暑くなるそうそう梅田も今日暖かかったけどこのこに入ればちゃんといいわ分かりますそれはおめえがずっとわけがない砂漠でレジャーシートとか言ってるからだろマジで本当に地下に入ってとか本おんたんでじゃあちょっと説明聞いてだからその要はもう一直線に砂漠の中に入っていくのね車でそう車でグワってもう1階ぐらい行くとそうするとそこに 建物がばーって出てくるそしたらもうそれそこはもう完全ビラよビラビラあの、あの、泊まるようなビラねそう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 でもちゃんとリゾート地みたいな感じゴルフのカートみたいのでもうずっとこう、坂の中に移動したりとかスパがあったりとかすごいあ、こういうことですそういうこと、そういうことです砂漠の中にいきなり建物が出てるこれを説明してるの俺はで、これはその、なんていうかあの、UAE のその空港はい。 空港中心の空港ののドバイの空港は世界で一番大きな空港で一番飛行機がもう5分に一本ぐらい飛んでるよ、ね、飛んでるでそっからそのドバイまではどれぐらいかかるのその中心まではあ、近くで30分ぐらいだと思う<あ>30分かかか,か夜だったりするとすごい近いです<ー>その飛行機も有名らしいですだから世界最高峰って言ってファーストクラスはシャワーがついてたりとか<ー>ファーストクラスシャワーついてるんだって、ね。 プライベートジョッキー行っちゃくて。プライベートジョッキー。前、ね、名前ビールサーバーね。プライベート、なんだったっけ。プライベート。ジャッキー。ジャッキー。ジャッキーチェーン。あのジャッキー、あれね、あ、あれもパンクした時ね。車出てこないよ。プライベート。プライベートジョッキー。今日は。大掛かりの記事。プライベート。プライベート。

30度ぐらいで,でまああんまりこうムシムシもしてなかったのでものすごい過ごしやすかったですただやっぱ本当に暑い時は45度とか50度近くになるのでだから基本的にあの昼間は子供たち昼間に外出る人いないんですってだから子供たちあの夜パーって見るとその遊具とかあるんですけどみんな子供たちが8時とか9時みんなだからその時間じゃないと遊べないからみんな夜遊ぶんで,で治安がいいから別にそういう犯罪がもう起こったりもしないし学校は 学校はだからもちろんあるけどそこはほらもうクーラーがちゃんと入ってるからだから外こう歩いたりとかできないから一番びっくりしたのはねドバイで「これはドバイや」ってあのー、861m ーーからブルジャーカルファっていうのがあるんですけど、うん、そこの高さ 400m のレストランでお食事をさせてもらったんですけどもええー えスカイツリーの高いところで食べてるってことですよね。あスカイまあスカイツリー六百三十だけどあの世界で一番高いはいあのレストランだそうです世界でお食事をさします。ああそれ誰かがお金出すはね。それはだからそのいろいろあてそこの会社の方が全部いろ出します。高そううん。でうまいな。高かった。高いめっちゃ高かったですけどめっちゃ高かったです。何を食べたんですかそこで。えっとオイスターの柿蠣三つで。

でもねやっぱそのさっきのおいしいんですけどそのやっぱ主催の人たちにもなんかやっぱだんだんこいつポンコツだってのが最初結構なんか武道館とかもやってるしみたいななんかすごい信頼されたんですけどやっぱポンコツがだんだん出てきちゃってて、うん、例えばその人がすごいこういうのもねあの花火とかあるんですよって言ってのその携帯で見してもらったんですけどうわー映像で見るやつ

ね、めっちゃかっこいいんです<え>インスタのフォロワー千六百二十万人いるのかっこよすぎてめちゃくちゃイケメンなんですよどんな人ですか見たいドバイに行くはる前からは父はもうファンですてたあの前田さんが一時ドバイに行くはるって分かった時にドバイをめっちゃ調べた時にその息子さんが出てきたんですよはい、はい、王様の息子が、うん、もうそっからもよすぎめちゃくちゃかっこいい本当ちょっと今ご覧いただきます本当かっこいいですよね日、えー、じゃないぐらい え、も、結婚してるんですか?。結婚してます、子供います。この人。ちょっとでも、もっとかっこいいのがある。ちょっと、でもまあ、ちょっと待って、えっと。すごいですね、や濃い、すごく濃い。ラジオですか。あ、ラジオです、すみません、でも、まあ、まあ。あ、鼻が高くて、はい、鼻も高くて、あ、違う見てた、髭がね、あの、あまりなかった。なかったやつがいい。でも、あの、向こうは、王様、あの、第四夫人ぐらいまで、大丈夫らしい。でえ、今、だい、大。 分かんない。それは何人夫人いらっしゃるか分かんないけどあじゃあリコでもなんか日本人の方好きらしいああそう,あ,あ,そうあのー、インスタ見たら舞妓さんと写真撮ってたりとか<ー>舞妓の格好で行こうかな、どう <laughs> <laughs> コントみたいなやつだけど <laughs> 大男婦人になるためにそう,そう第四婦人になるために第四婦人っていうのにあいで四番目って決めて <laughs> <う>一人で一人 <laughs> で、ね、マイコの観光しいやでも私お姉さんもそんなことしてたからそんな行動してたから確かに <laughs> なんかしてはりましたね失敗失敗に終わりましたけど。 そうしゃべりました綺麗なしゃいしゃ敵しゃぶしゃぶしゃかしゃぶ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 <ー><何> <laughs> しゃぶ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  <laughs> しゃぶしゃぶしゃなしゃぶ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 しゃしゃぶしゃぶしゃ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 ぶ <laughs> ちょっとやっぱ少し海外か海外帰りなんでちょっと日本語はやっぱりちょっとつらくなっチてずっと英語を喋ってたからちょっと日本語俺あるでしょ結構あの海外長い人ってほら日本語が下手になるって言うけどそれと一緒でちょっと,ちょっと今下手にすいませんねラジオおきの皆さんぐだぐだで。 全室 <laughs>、ね、で喋っちゃいましたけどリースナの方で初めてだと思うんですけどプールにね、まあ、プールがついてたんですよそのコンドミニアムで、うん、だからプールに結構あのいろんな人が集まるんですよ多、うん、国籍でね。うん、それであの一人ちょっと あのアイコス吸ってる女の人がいていい綺麗な、うん、綺麗な人で、うんうん、その人に「オッケーって言われて「うん、オッケーって言って「うん、あアイコスがオ、OK、ッか」ってそうあのちゃんと気遣いで<ー>ちゃんとしてくださって、うん、でその隣のなんか全然気ぃ遣わない人もうシャーってなんかもうなんかスプレーみたいのかけてる人もいたり、まあ、その人に、うん、なんでかけてんの、うん、日焼け止めじゃないですか多、ね、分<ー>、うん、そのなんか綺麗な人は「アイコスオッケーって言うから「オッケー でもう,、あのー、こう背泳ぎしてると彼女のすごいいいフレーバーの匂いが鼻に入ってくるからずっと背泳だか,だから今クロールだと感じてないからそのフレーバーの匂いはねだけど背泳ぎだとずっとそのフレーバーが顔はどんな顔はどうでもいいねどんな顔やったの,そのまあそのドバイやからその顔のい、あのー、まあ日本のイメージだとそうですあれでもミランダカーとか。 ねえの方とかかっこかったりとかあとはそうです。あんあんまり好きじさらなかった。あとはでもそうそすやっぱボリウッド映画に出てきそうな。ボリウッド映画？ボリウッド映画知らないですか？ハリウッドじゃなくて？何？違う何ってのボリウッドは？ボリウッドものすごいボあのインド映画インド映画インド映画ボリウッド映画そうだよボリウッド市場舐めないでインド映画ってすごい市場のマーケットの大きさなんだから。えボリウッドの ハリウッドじゃなくハリウッドにかけてボリウッドって言うんですけどインド映画のやっぱほら人も多いから市場がすごいからボリウッドって言うんだそうなボリウッド映画のまあそれ主演の女性みたいなあまあ濃いわなとにかくあの旅行者もいる人もだからもう一番最初に気づいたのが全員靴が綺麗でしたあ子供でもパッて見たらもうなんか あのエルメスの靴とか、<ー>あとなんか隣の人がなんかフェラーリのシャツにサングラス入れてる小学生とか、なんかもう, <laughs> もうなんか浮世離しすぎてて<え><う>、逆になんかお金持ちすぎてなんかこう進化しすぎてるのなんかなかったんですか？日本では見ない,いな。あ,あだからえー、っとなんだっけな中国のつか作った列車がなんか千キロぐらい出るってなんか今それを作ってるサウジアラビアの方に向かうなんかその飛行機によりちょっと遅いぐらいの ななんか新幹線みたいなマッハのやつをリニアみたいなやつを今作ってるええーで、うん、もうなんかねレベルが違うから全部が好きなあのホームレスの人はおられないのあだからそういう方はいらっしゃるとんか一時期コロナ禍になって少しいたたそうなんですけどでもほとんどそういう方はやっぱもういないって言いましたねもうそういう方はいないでしょう,もうとにかく街が常に誰かが掃除してるんですよだからもうすっごい綺麗でただまあトイレはやっぱり日本の方がいいですね トイレ汚いの,あのトイレやっぱりあのノズル式なんでちょっと日本人にあのこの間マレーシアでも言いましたけどあのウォシュレットじゃなくて隣にシャワーがついてるこうあ自分でやるわけ、ね、それを僕一回失敗しちゃったんですよだから逆に向けちゃってこうやってシャワーをし, <laughs> しようと思ったら慣れすぎちゃってあのたまたま逆向きでこう僕の顔にあの<や>シャワーがく <laughs> ることがあ <laughs> ごめんなさい話す話しなかったんですけどだからやっぱり、まあ、そういう意味ではで あのちゃんとした空港とかの一番いい空港だととうとうがありました。小便器とかも。やっぱ日本のものが。帽子レッドもあるわけ。帽子レええと帽子レッドやっぱあんまり海外の方で使わないんですよね。い。い。経験させていただ。また行くの？また行きます。これからもうあのなるべくちょっと意見を向こうで落語向こう落語したの？僕はしなかったです。僕はもうほぼ師匠と僕と落語で観光してました。次いつ行くんですか予定は？ まあ夏ぐらいに行けたらいいなと。結構暑いんじゃないんですか。そういうドワインもちょっと感じないといけないなと思ってます。私も。うん。楽英語で落語するんですか。だからやっぱもうあまりに英語ができないから、だってレッドワインって白ワイン出てきちゃうぐらいだし、もうだからちょっと英語一から勉強しようと思いました。え、えそれも言ってないですか。最後のあれが。あぐちぐちってきますね。英語あの一から。

あのマンドさんそれはそうとですけど、二千二十五年三月十六日のスケジュールを開けておくように X で告知されていましたが何ですか。まだ言えないです。まだ言えないですけど、二千二十五年の三月十六日にまたちょっと大きなイベントをやるので、<ー>ちょっと誰に開けとくようにういやあの要は X 見られてる方にまあちょっともうもうさ決まったのでとりあえず会場とちょっとイベントをやることは、はい、ちょっと大きなイベントをまたやりますので。予定です。や<ー>いやでもまだちょっとその。 いろいろまだ、あのー、場所がどうだとか、イベントとかは。まさか、ほいじゃ、武道館よりも、大きいとく。いやいや、もう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 、やめさせてください。もう、やめさせてください、本当に。<laughs> もう、あの、ドームとかは、絶対やらないです。<あ>もうい、それは、お金、うまいこと言ったの。あのー、この間、生産が、来まして。まあ、ちょっと、あの、大変な、思いを、いましてるので、ちゃんと、はい。<laughs> それを、そのためにも、やっぱり、毎年、ちょっと。あの、こう、イベントを打っていこう、ということで決めました。うん。うん 続いてあのすみませんそんなにテンション低くいや違うお金いや聞きたくても聞けないじゃないですかいくらですかなんて聞けないじゃないですかいやそれはりちょっと明日の福島とのポッドキャストで喋ってますね俺らも喋ってるんですはい明日のセキラルで喋ってますね明日あの六時からわかりました聞きます皆さんも聞いてくださいそしてタマランチさんからいよいよ鶴瓶さんが出演されている 映画アマロックの全国公開が始まりますねそうですねありがとうございます天ヶ崎市が舞台の映画が公開されるのに合わせ中条あやみさん江口のり子さんが兵庫県知事を表敬訪問して対談されていましたそして表敬訪問,です敬訪問中条あやみさんは関西の夕方のテレビ番組にも 出演されていて、はい、え感想とかを語られていました。うんはい、実は映画の撮影中は大阪市内の実家から通っていたんですって。ああ、そうですよね。ね元ですよね。うん、映画の公開が待ち遠しいです。って四、うん、月十二からですよね。兵庫、えー、兵庫県限定で皮切りに四月十九から、え全国公開ということで。で、何日から。四月十二がまず兵庫県で限定でありまして、四月十九日から随時、あの全国で、はい。 もうすごい。やりますよ。はいもちろんです。数字合わせないです。本当にでくれよ。いや一緒行きますよ絶対。まあいやだってで本当に行かなかったら怒るじゃないですか。なんで見てへんねんって言って。分かってんですよ僕だってそのトラップは行きます二回ぐらい。二回二回行きます。うん。続いて。 えー、マカロンは思春期さんからです本日の放送の焦点を持って菊尾師匠が番組から卒業されましたね来月から菊尾師匠に代わる新メンバーが発表されます万、うん、ンさんよろしくお願いしますありがとうございますえ<っ>いやいや変、ええ、じゃないでしょえ違うもん<っ>ありがとうございますそういう風に応援してくださってるってことでしょいや、うん、もしかしてっていうことじゃないですか、うん、でももし本当に新メンバーだったら急にそんなありがとうございますって言わないでしょ <laughs> いやいや今の流れで言うとうい新メンバーの、はい、そのまあ宮地もそうですし一之助もそうですけど、はい、そこへお前加わるくわれるのええやないかいやもうそれは加われるんだったら加わりたいですけどそういう連絡来たんですかええ <laughs> お願いしますえ,え,えごめんなさい素人さんと喋ってるよ今 <laughs> なな,な,んなんなのマジで何 <laughs> かそんなわけないじゃんだってでマジでじゃメンバーだとしたら それはもう絶対言っちゃいけないでしょだって、そういうこそ三平証とか決まると時も、家族にすら言っちゃいけないみたいな、それから漏れたら、もうその話じゃないですぐらいの。本当に主義義務がありますから。六平、三平かもわからない。それはもう、おかわりの話ありますから。おかわり。なんか、まだわからないですもんね。来週わかるんですか?。女の子かもわからない。まあ、そうですね。その、決まりますよね。あ、仁王かもわからない。ですよね。はい。だから、誰かわからない。え、鶴瓶さんは知ってるんですか?。知らないです。 さんかかかもももしれないここととあるって俺らまあそうですよ。誰にもチャンスがありますから。頑張ろう。頑張ります。そしてマリリンさん、エラスマ継続よかったねということで、オセヘラオセロヘアオセヘラヘロヘアオセヘロヘア世代さんからです。マリリンさん。 先週は2日連続で番組卒業の受け目に合うと思いきや月一ですがエラ様が放送継続になってよかったですねってね あの中西麻生のえらいすんまへんという番組をこのナイタオフの間やらせてもらっててでそれが一旦ナイタオフが終わってこの間終わってたんですけど月に一回継続することがすごいよ,ごいよねナイター限定の番組が続くわけでしょいやもうやっぱり田さんのねすごいです楽しい放送よろしくお願いしますあ,ありがとうございます聞きますということですえ続くんだなと思ってすごいなと思ってレキュラーが はい、ありがたいです。はいはい。任せんでいいんですか？読みましょうかなんかそっからこっちでねあのじゃ半分講習？半分講しますか？はい。ドバイの方の話聞きたいっていう方がいっぱい。いや結構喋らせてもらいましたでも。はいはいはい。ええあじゃあ僕から言います。はいはい。ええ大阪市大阪府 ええー、東大阪市ラジオネームあずきさん、ありがとうございます。ええー、エムビラジオの新番組、山広のピカットモーニング。木曜日担当は藤林さんということで、本当に嬉しいです。あ、あ<ー>そうなんですね。うん、ありがとうございます。朝の番組を担当するということで、朝から藤林さんの声を聞いて、元気になれたらいいなと思います。山広さんとのコンビ、楽しみにしています。朝の藤林さん、楽しみやな。早起きします。今週から。何時ええー、八番組八時なんですけど、六時入りなので、最初はなので。ああ、じゃ。 5時45分ぐらいのいやちょっと 5, 5時4時半とかに起きてちゃんとメイクもしっかりしていこうかなと思ってますはいメイクもしっかりラジオでもしっかりしていこうかなと思ってます、うん、山まのピカットモーニングまだ来てます<ー>平方市のたまランチさん、うん、鶴瓶さん皆さんこんばんは, <laughs> は MBS ラジオ浜村淳さんの公認番組「うん 山本博之さんの山広のピカットモーニングそれ公認番組なんやなん、ね、が4月一日の月曜日からスタートしますね山広のピカットはい、山広のピカットモーニング光ってへんよピカットモーニングピカッえ木曜日のアシスタント藤林敦子さんがされるということで木曜日朝の楽しみが増えましたちなみに今朝のスポーツ新聞の一面にカラーで <け><え>掲載されていましたよ、よまたマンドーさんの愛する山崎京花アナウンサーも4月から MBS テレビせやねのレベュラーになられるとのことです。もちろん山崎アナウンサー大好きのマンドーさんはご存知でしたよね。インスタでいいねしましまたうわ、はい <laughs> マンドウさん、密かにバイクの教習所に通ってないでしょうねそれはないです、ね、バイクの, <laughs> あのショーとかにも行かれてるのも知ってましたけどインスタ見てますからどないってるんだフジベイちゃんが引いてます <laughs> 私,が私が載せたやつに一回もいいねしてくれない一回もじゃないよ、たまにはいいねしてる京華 <laughs> さんに関しては毎回いいね押すじゃないですか <laughs> 違う、それはなんか AI がさ勝手にそうしてくるのよなんかもう毎回見してくるのよ、はい、あのインスタつけたらいい 山崎京香みたいななっちゃうからそれはもういいねっていう形になっちゃうじゃない。それはいいね押してるからよく出てくるんじゃないですか。<laughs> その形ですね。<laughs> <laughs> <laughs> お前一緒に仕事してる人間傷つけないよ。いやそれはいやそんなだっていつもいいねしたら気持ち悪いでしょ。してほしいですけどいやいつもいいねし押してますよ。いやそうしてる。あ京香さんには。ああには,はい。京香さんにはしてるじゃないですか。今日福ちゃんはするからさどっちが先にするかみたいなとかあるじゃないか。京香さんはその福ちゃんも好きなんや 福ちゃんまあねあのまあアナウンサー後輩ですけどまあなんかでも仲良さそうですからそっちにはいいねしないですね福ちゃん私にもいいねしてくれないんであれそんなことでね投稿してるそんないっぱいたまにちょくちょく投稿してるたまにでしょだからやっぱだって京子こそ毎日なにストーリー上げてきたりする上げてんのえもしかしてストーリーにもいいねしてるんですかたまに ストーリーでんあそこハートマークのやつですねあ<ー>いやなんかそれは仕事決まりましたとかなんか頑張ってる時にはそれゃいいね押すでしょそれ私に押してくれないんですよね一回押したって、まあ、<laughs> 今今押すねじゃあ <laughs> <laughs> なんで今あしばりゅうさんからも来てますぺけ、はいはい、ちゃん先日インスタでミレイさんの9月のライブのチケットが当選して半年先まで頑張れるとの投稿がありました<ー>先週のやん日では先日一日 いった同じミレイさんのライブの直前で失恋したというまさかの告白をしたペケちゃん,、ね、そ,んその時には昇進な気持ちと重なった涙を流したらしいですが、うん、ペケちゃんぜひ今度のライブは心の底からお腹いっぱいに楽しんで、うん、悲しさも切なさもゼロの感動の号泣ができますよう願っていますインスタ見てくれてます <laughs> ありがとうございます本当に柴流さん優しいんだからコメントくれて <laughs> マリリンさん人生相談届いてますええー、たまらんちさんからです僕は笑ってはいけないシチュエーションで笑いをこらえきれません不謹慎ですが座敷で行われたおつやの席で前に座っていた男の人の靴下に大きな穴が開いているのがツボにはまり肩を震わせ必死で笑いをこらえましたマリリンさん僕みたいなゲラを治る方法ゲラが治る方法を教えてください 治らなくていいですよねまあ,あそれそうですね,ねゲラはゲラでいいと思いますよ、うん、声,声出して思いっきり笑わたらあかんけども、うん、それは楽しいやないの、うん、そういうところで,おつやでじゃ声出したあかんで声出したあかんけども <laughs>、うん、おつやで笑うれも楽しいやんかゲ,ゲラだからちょっと結構声出してもらう、ね 声は出しちゃダメです声は出しちゃダメだけど笑ってもいい笑ってもいいと思います、ね、笑ってもいいやんなその笑って送り出してあげるというのは、うんうん、あと人に分散するのもいいかもしれませんねどういうことですかトントンってん。こやってトントンってやってでこう分かち合うっていう <laughs> あのトントンってしながら <laughs> 絶対バレますよ <laughs> バレる逆に嘘 バレるかも。でなんかホッキンだけバチが当たりそうみんな笑ってるでしょだって全員。そうみんながそれをそれで気づいてみんなだったらその声を出さないで笑ってる。そう。まあそうね。まあま靴下が穴開いてるということを笑ってるんでしょ。はうん。それはいいんですか。いいですね。あいいですね。はい。いいですね。で、はい。 あと二人の人生相談になりました、はいはい、<laughs> でも一緒でよかったですはい,、はい、いいと思いますもう一つ来てます万藤さんのように正体がなくなるほどベロベロにならずに上手にお酒を楽しむ方法を教えてくださいいや本当に良くないと思います <laughs> <laughs> あの酔い方は本当に良くないと思いますあそうどう、はい

プロチーム大体そうですからね、そうなんですよね。この前12時間飲んじゃいました私。え、その最後はどうなったんですか？12時間飲んだ何時から始めて？あ、あのお昼の3時から夜中の3時まで飲んで。え、なんでだって？友達と、友達と。友達もベロベロ。な友達も。友達はベロベロでしたね。でも私は全然大丈夫だったんですよ。12時間飲んでも？12時間飲んでも大丈夫で。 途中なんか歩くっていう休憩もかも挟んでたんで大丈夫だったんですけど歩くっていう声はい歩くっていう行為をし声お店からお店みたいなそうですねそそしたら全然大丈夫だったんですけど最後歌ってました家で何歌ったんですかミレさんとかミレ好きだなミレさんの歌イブ昇進やったかなで俺室内でもミレ聞いたもんだからなんかもうき聞いてみようと思っていい曲ねいい曲ですよねいい曲だったけど いやいやいや変なテンションだめこの粉 <laughs> 先はほど踏むのがいいですねそうですよね今週だめこのコーナーものすごくたくさんいただいております三、ねうん、枚ずつ取ってます三枚ずつということでやらせていただきますやんたんためいきためこの粉 佐山市山汁場からい,ただいております牛丼屋で隣のおっさんがくしゃみして俺の味噌汁にしぶきが入った俺へたれやから文句言えずに味噌汁残した。 下手ではいいですよ。下手で下手ではもめませんからね。<laughs> ラジオネーム平方氏のタバランチ。病院の受付で毎日服用されている薬はありますかと聞かれたおばさん。目薬と答え取った。<laughs> はあ 尼崎市ラジオネームオセロヘアー世代さん中華料理屋で八宝菜を食べてたらいきなり大将が来て「うちのバカが味付け間違えたみたいで交換しますわ」と言って大将が作ったものと交換してくれたけどさっきの方がうまかったラジオネーム 平方市のたまらんちさんピッピッうちのじいちゃん掃除用具のコロコロで頭のフケを取っている、はあはあ、ラジオネームじ徳島県の方です,です学生時代深夜の ガソリンンスタンドでバイト中、友達とお金を出し合って買ったエッチなビデオを試写していた振り返ると客がいて慌てて駆け寄ると車の中でカップルが爆笑しとった。 ラジオネームチャム・アンド・ミル毎日近所の池で釣りをしているおじいさんがおるみんなから池おじと呼ばれているはあいや まあ共感しなかったら、同じようにため息しないでもいいんじゃないですか。はい、その人が選んだやつですから。そうですね。ちょっと今回に関してはまた共感されなかったから。読み方ですかね。あ、偉い。うーん。龍太な読み方って。<laughs> え、あ、読みますか。いや、別、次のやつでいいですよ。いやいや、も<の>ちろん。チャマンドミルさんの、じゃ、します。毎日。

映画館に洋画を見に行った隣のお客さん字幕スーパーを声を出して呼んどった天ヶ崎市ラジオネームオセロヘアー世代さん卒業式に女子に第二ボタンを欲しいと言われたので渡して帰ったらおかんにアホか その服、お迎えさんにあげるんやで。と怒られた。はあはあ、平方氏たまらんちさん。うん、こいつばっかりやな。小学校二年の甥っ子が。三、うん、学期終わり。 先生から通知表をもらって帰ってきた担任の先生のコメント欄に「3年になったら成績がノベルで知らんけど」って書いてあった京都府京都市ラジオネームチャルマンドミル。 <laughs> え2回目じゃないんですか <laughs> <laughs> 別に同じ人採用したってなんで呼、はい、んでくださいってで呼同じチャムミルさんとっんか警察みたいになので同じのなのに名前間違えるんだって間違えてないです「はい、京都府京都市ラジオネームチャムミル」ンウーバーイーツの兄ちゃんが明らかにお客さんのものであるお弁当を 泣きながら食べとった、はあ、読み方採用した理由はなんか面白いなと思ったんですけど想像したらそれやったらしゃあな <laughs> 長崎県佐世保市柴流さんある時近所のご婦人たちの井戸端会議の会話が耳に入ってきた一人のおばあさんが 今またパンプキン詐欺が流行ってるみたいだから気をつけんといかんよと言うとったえ最後だけちょっとって、ねね、最後だけもう一回言って読,み読み方や一人のおばあさんが今またパンプキン詐欺が流行ってるみたいだから気をつけんといかんよと言うとった <laughs> 兵庫県明石市ラジオネームドミニオンさんうちのおかん野鳥に餌付けしてるけどその野鳥が俺のバイクにふん落とし寄るしょ <laughs> 3>, <laughs> <laughs> 3周しましたけど 3 <laughs> <laughs> 周しました <laughs>、はい、ヤンタンタ息イキタネコナーでした、はあ、滑るかもしれないこのコーナーではマリリンさんマンドーさんそして藤林が今話したい話のタイトルだけを進行表に書いておりますそのタイトルだけを見て鶴瓶さんに決めてもらい話を披露していきます今日はフェイントなんやそれ機内にてこの三本です 機内にあ、これはまあ僕なんですけども日本からドバイさっきから何度も言われたんですけどねさっきから何度も言われたんですいませんでうちの師匠はちょっとクラスが違ったんですけど僕と、あのー、ラッコはエコノミーでい行ったんですけど、うん、ラッコが初海外だったんですよ。<ー> 子供の時になんか行ったことはあったけども記憶がないぐらいの20日以外ドバイでもうやっぱり全然慣れてなくてもうパスポートも初めて作ったりとか大人になってからする感じで,でまあまあだからあ,のあんま分かってなくてで最初こうなんか成田空港だったんですけどなんかそのなんですかアテンドのスタッフさんに「どうしますか?」と「通路側にしますかそれとも窓際にしますか?」って言われてで僕いつもの癖で僕飛行機乗る時は絶対窓際がいいので窓際に。 子供んです窓際付けて外見れるし窓際にしてじゃのラッコも「あじゃあ僕もそうします」なんて言ってでいざまあ席はラッコとは別々だったんですけどあの機内で、あのー、窓際に座ったら「あれちょっと待ってと」といつもの感覚でこれ1時間とかで降りれないよく考えて11時間あるぞと、うん、これ絶対通路がじゃなきゃダメだったと思って「シャーた!」と思って急いで携帯でまだ電波があったんであの翻訳機で。 あのー、ちょっともうとにかくあとで飛んでからでも CA さんに言わなきゃと思ってキャビンアテンダーさんにで一応僕があのこれもちょっと今日コピーしてきたんですけど、えーうん、もう何か理由をつけなきゃと思ってお腹の調子が悪くトイレにたくさん行きたいので離陸を空いてる通路側の席に変更できませんかとははいはいっと英語で言うわけよ英語で見せたんででんす、まあ、一応自分でもや。 My stomach is shaker. I want you to go to the toilet. I lot so can't to change to an empty aisle seat after takeoff. <laughs> でまあ、うん、うん、でそしたらあオッケー、オッケー、オッケー、オッケーって言って通路側にしてくれたんですよ。へ<ー>あーあーよかったーと思ってでまあくつろいでてなんか機内食とか食べててそうラックどこい,いんだろうと思って <laughs> あの探しに行ったら全然いないんですよあれと思ったら。 ものすごい大きな外国のご夫婦の <laughs> <laughs> 一番奥にちっちゃくなってるらっコがいて、もうなんかすっごいちっちゃくなってるんですよ、ね。それで後々聞いたら、まずトイレにも行けないと。でしかも、ビーフ・ワード・フィッシュっていうのをなんかいつものなんか日本人の僕の癖でなんかあ大丈夫ですって言ったら、本当に下げられちゃってとか、だからなんか食べさせてもらえなかったりとか、もう散々な目にあったと。もうもうう壊れちゃゃんじなないかかにけった 「って言ってバカだなお前」って言って「あさんが言ってくればいいじゃないですか」って「何ですかそれなんで自分だけつろうなんですか?」とか言って文句やったんです。でまああので帰りもあの同じようにやっぱり最初にそういうふうに設定しちゃったんで窓際になっちゃったんですよね。それであの同じようにだから僕はラッコもそういうふうにした方がいいよってまあ本人もなんか変えたみたいですけど僕ももう一回このお腹の調子が悪く「トイレでたくさん行きたいんでリズム空いてるつろうが席並行できますか?」ってふうにやったら「OK」って言って。 また帰ってくれたんですよ。そんな帰ってくれすごい。だけどやっぱそれで俺もちょっとこうなんかもうなんかこう飛行機マねマスターというかもう何でもやりたい放題だと思ってあのー、その後なんか飲み物一杯目出てきビールかなんか飲んでその後、えー、ウイスキーも一杯飲んだ後に C.A. さん呼んであのー、ウイスキーのお代わりくださいって見せたら <laughs> ノーって言われました。<laughs> <laughs> <laughs> あのお腹あなたお腹壊れてるんでしょって確かに。あ、うん お腹の調子がって,って、うん、調子飲んだみたいな感じであの CA さんに怒られましたどう NO! <laughs> <laughs> お前とこな、はい、奥さん CA やろ、はい、そんなんようするないやもうそれをだから後で言ったらバカじゃないのそんなのもうみんな CA の間でずっと押さされてるからあいつやばいやつだとか絶対言われてるからね <laughs> しかもそのな日本みたいにみんなが優しくないからってみんなちゃんと先生堂々と言うからそういう海外の優秀な。 人があって、確かに <laughs> ノウっていうのはすごくいやのせいせ堂々と言われたんで、もう何も <laughs> オッケー。なんやそれ。私でした。<あ>えっとこの前電車に乗っていた時のことなんですけど、酔っ払ったカップルと一緒になって四人席の僕席になって、目の前にカップルが座ったんですよ。うん、で、ずっとチラ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 私のほを見て、なんか見たことある。なんか見たことある。 ね思い出せないねこの人わかんないみたいなことずっと言っててこの人ってちゃんと向か,い向かい側で言ってな、うんかあるよね」って、ね「覚えてない、ね、覚えてない?」みたいなことをあの彼女側が彼氏に言っててで私はあの一応イヤホンをしてたんで聞こえててていいないふりをしてあげてたんですよも笑いをこらえてニヤニヤにしながら、まあ、あの携帯見たりとかしてたんですけどそのカップルが多分思い出せないってなってちょっとさあの。 Google で画像検索しようみたいな <laughs> <え>言い始めて<え>どういうことかっていうと、うん、このライライ財布のメーカー知りたいってなったら写真を撮って検索してくれるっていう機能があるんです画像検索っていうのがあってそういう機能で私の写真をくしゃって撮ったんですよ。 で検索し始めて、うん、でそれをもう気づいてたから「うん、いや藤林敦子」って出るのかなって思ってちょっとウキウキキしてたんですよ、うん、そしたらカップルがめちゃくちゃ笑い始めて「やっぱやっぱやっぱ!っぱ」っ,ぱっ,ぱって言い始めて「うん、え何?」って言って。 ルーパーー出たって私の写真撮って「ウーパールーパー」って出たよ <laughs> っ,って「うん、えな何えな何ど,どうしよう?」って言って,て私思わず「なやそれ!」って言っちゃって声に出して「なやそれ!」って言ってしまってまず失礼やみたいな感じで「まあ失礼ですよ」みたいな感じで言いながらでも見てくださいお姉さん「ウーパールーパー」で出てるってほんまに「ウーパールーパー」で出て,て。<laughs> 魚なのって思いながら <laughs> 違う違うんですって言って正体は明かさず<え>ウーパールーパーに,に似てるっていう <laughs> ウーパールーパーで終わっちゃったんだ終わったで思いましたあらまその後私が降りちゃったんで失礼失礼やろ <laughs> キラ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 笑って<笑>なんか何やろ何やろって言ってたら <laughs> ウーパールーパーって言われて まあちょっと似てるわな確かに <laughs> <う>なんだろう AI って正直だからさや全然似てないことはないかも <laughs> う<ん>せめて人間であってくれと思ったんですけどウーパールーパーと出ました <laughs> フェイトはいフェイトこれはちょっと電車の話なんですけど,どちょうど今日この電車を乗ってるときに私いつもあの 乗り換えをしてこう大阪までで行くんですけど、うん、その一つに山科っていうちょっと大きい、はい、あの乗り換えの場所のね駅があるんですけど、ね、そ,うそこで降りるんですよで普通にこう電車に乗っててでそしたらあの途中の駅であの山科より、ま、全然手前で、うん、あのサッカー少年たちが結構こう集団で乗ってきたんですよでこう私の横にもこう何人かこうサッカー集団たちが乗っててねでそしたら私はこう携帯でこうゲームをしながら電車に乗っててだから何駅みたいなのをちゃんと見て なくてで普通にこうバーッてこう触ってたら駅ある駅に着いた時にいきなり男の子真横の男の子が「山城やー!」ってなんか「カジや!」ぐらいの言い方でむちゃくちゃ大きい声で「山城やー!」って言ったんですよ。そ <laughs> そしたらら <laughs> の駅で降りなあかんかん 荷物ビコやってなりながら立ち上がったんですよ。あっごめんマジでいいと思ってあここやと思ってでそしたら結構何人か立ったんですよ。結構山科って降りる人が多いから結構向かいのおじさんとかも立ったんですよ。でそしたらおめっちゃうやんけやめとけよここ何違いケやぞみたいな感じで違う子が突っ込んだんですよ。うん、そしたら立った人間たちが気まずい思いをしたわけですよ。<laughs> えっ地下たんってなってそ,てその瞬間に向かいのおじさんが「って <laughs> すごい大きい声で <laughs> 下打ちをしたんですよ。<laughs> そしたらもう全員が気まずくなって思って。 え、待ってこの駅ってあと二駅あるぞと思って、うん、山科まで、うん、もうそこはずっと気まずくてまずで山科で同じ人間たちが立ち上がって出ていくっていうものすごい気まずい思いをしたっていう今日の出来事です <laughs> 気まずい <laughs> 間違えたのかな間違えたんでしょうね,ね、うん、ドロ泥やな <laughs> ドロ,ドロ,なドロですね,ね珍しい どうしますか曲どうしましょうかまあ一応藤林やなありがとうございますいやもう勘弁してよもうやっとかけれるよやっとかけられるということでミレさんでインサイドユーいやミレいいじゃないですかかっこいいですね刺さるんですねやっぱりここ刺さんねんなこれこの前のライブの時にソロでねあの本当にもう アカペラで歌い上げてて、それを見ながら泣きました。ああ、ちょうど泣いた曲だったんだ。この曲だったんだ。その曲を今かけたんだ。浄化されました。ああ、よかった。よかった。よかった。十二時間飲んでね。嫌なことも忘れて。全部繋がっちゃうね。全部繋がっちゃうんだね。十二時間飲んじゃだのね誰も突っ込まない。女の子がね。誰も 付き合ってくれました昼の三時間飲んじゃうんだねビールビール日本酒やってられっかつって笑ってるマリリンさん人生相談来てるんですはい。グループラインのことでマリリンさんにご相談があります僕の高校生の同級生グループがあるんですが高校生の時の同級生グループがあるんですけどそんな個人同士でしてくれというおも という内容をわざわざグループラインに上げてトークする二人がいます。こちらが知りたくない際どい内容もあります。ラインの着信音が一回一回なるのも煩わしいです。これをやんわり注意する方法はないでしょうか。うわあ難しい。これじゃないか。確かにこれですか。いやでもユウだよねはっきり。はっきりね。個人でやればって。 いやもう2人の話面白すぎるからやめて <laughs> いや弱いな <laughs> 弱いな、うん、えーなんて言いますかいや,いや俺はねあの同級生あの中幼稚園からの同級生が LINE をして教えてくれ言うから、うん、LINE 教えたらねはいだもうそのグループもうしょっちゅうやりようん、あやっぱあるあるあるうん ええとくね、うん、もうやめてくれと俺言う、<ー>もう備え送らんといてくれって俺言った。<laughs> うん、まあはっきり言える人だったらね。そう。言えなかったら。大会しちゃうんだね、<ー>本当はね。<laughs> <laughs> あ、大会、ね、これ何個か大会しちゃってましたから。 でも気まずくないですか会したらその後気まずいけどあとで優しい人がこんなことになってるよって教えてくれるああで退会したんだとかそういうことですかその安藤さんが「抜けた」みたいないやだからちょっとこんなことばっかりやってるんだったら抜けますって言ってちょっと抜けたラインがありましたねいやもうすごいはっきりですねはっきり言うねんなはっきり言っちゃいましたっえいやそんな言い出してんてこと言うんですか本当 ホメケの粉コナーあ、そうなんだホメケ、ホメケ、あ、ホメケ大丈夫ですね大丈夫です、整ってます平方氏のたまらんちありがとうございますホメケです、よろしくお願いします写真写真っていいですよね、思い出に残るしね本当にあの、やっぱり例えば、まあもちろん携帯でもいいですけど紙焼きでね あのこの頃なんてやっぱり改めてアルバムなんかいいじゃないですかもちろん携帯の中に入ってくるのもいいんですけど昔ながら一枚一枚ねそれこそなんだ本当にちゃんとこう一枚一枚大事に撮ってるからこそブレちゃったりするもあるけどそれも思い出だったりとかしてあの本当にしょうもないやつ渡してくる人いるじゃないですかなんか髪焼きでもう今は「はい撮ったのよ」って言ってなんかよくわかんないなんかもう中華の囲ったなんかおじさんとおばさんの写真とかもらって「俺どうしたらいいんだよこれ」ってそれいっぱい増えてて逆に携帯のなんかなくしちゃってその髪焼きしかもうその思い出残んなかったりとかすることあるから。 カセットテープカセットテープっていいですよね。本当にね、やっぱ古き良き時代でね、あのカセットテープを使って。そのなんかちょっとこう、ふわ,ふわってあんまいい音じゃないんだけど、それがまたね、こうカセットテープで、それこそあのなんか寄せなんかでもね。なしあのまだ寄せでね、カセットテープを使ってる手品師の人がいるんですよね。で、本当にね、それでね、この間、ついになんかそのカセットテープが壊れたとか言ってね。で、あの新しいの持ってきましたって,言って、何かと思ったら、エム持ってきやがってる、どうなってんだ、本当に、ね。どこアップデートしてんだよと思って。だったら、まだカセットテーがいいだろう。はい。 ロヘア世代さんです。最終回。 最終回っていいですよね本当になんだもう街としてもう最終回どうなんだろうと思ってもうねもうなんだ久々にもうなんかもうティーバーとかじゃなくてもうなんだ家に帰ってちゃんと見ようと思ってねやっぱね楽しみにできる気なしあの意外とそうでもないんですよね最終回でね大体ね <laughs> その前の週まであんな面白いことね最終回う何急になんか丁寧にしたなんかな何こここんなになんかまとめなくてもよかったねとかそういうことがありますよねエープリルフールっていいですよねほんと4月1日ちょうど明日ねこれなんとかしちゃいましたとか言ってねなんか言って嘘でしたーなんて言ってねみんながハハハ あなんて言って、こう海外のね気、ね、あれ誰が楽しいんですか本当とマジで <laughs> バカじゃないの俺マジで嫌いなんかしょうもないね、なんかこの度なんとかを襲名しましたとか言って嘘でしたとか言って、なんかすごいも,も揉めたりとかしてなん <laughs> だよこれ気持ち悪いな本当に何が面白い大体センスのないやつよね、エフレフルーやるんですよね本当にーほんとに中華街中華っていいですよね、本当と美味しくてね、本当になんかああ、これぞチャーハンみたいな で、ね、これぞなんかもうね、あのなんか中華そばとかね、そ,そういうやつでもう、あ、やっぱうまいわみたいな、これ雰囲気のある感じで、とってもいいですよね。<間>本当に。あの意外と高いんですよね、本当ね。<laughs> 外観だけであれなんか物価高騰だ、物価高騰だったところ、なんか他の普通の高級の中華料理と変わんないじゃないかみたいなね。<laughs> 側だけど、意外とお金取られたりとかしてね、意外と店主がね、あんまり武骨でいい人じゃなかったりする時もありますよね、本当にね。<laughs> <laughs> 桜の開花宣言。桜の開花宣言っていいですよね、本当にね。あ やっと今年も桜が来たみたいな感じでねこうなんだろうあ見てくださいみたいなやっとちょっとつまみはついに開花しましたみたいな感じでねこうなんか気象庁からあの別に桜ってあんまり別にそんなですかなんか分かんないけどあの <laughs> あと開花したからいや満開ですのでいいけど開花っもうちょっとああだからどうなんだってねでなんか別に、うん、それを見たからなんだ日本人の心みたいないやただ飲みたいだけなんだからこっちはね <laughs> なんか別に。<laughs> ええー、単身赴任。単身赴任っていいですよね。本当にあのあたまにありますよね。空港とかで、ね、じゃあパパママあパパパパパパまたねママもうパパ行っちゃうよなんてあまたな大丈夫大丈夫またテレビ電話しようななんて言ってるんですけあの本当と,とそこだけなんですよね。実はね結構楽しくやったりするね。お父さん大体いっぱいいますからね。本当ね <laughs> 本当、うん、あの大体、うん、大体羽を伸ばしてとかしてね本当 <laughs> ラジオネームかカっちさん、ね、友達 同じっていいですよね本当に なんかあったらやっぱり本当に持つべきものは友達というかねすぐ裏切りますよね友達って大体裏切るの本当に大体1個行ったことは3人ぐらいに言ってんだからどうせ、うん、あいつらは本当末、うん、末高歯車末高歯っていいですよね本当にもう僕も,もう古き良きもう本当昔からのねあのもう長いうちのおじいちゃんからの代ですからもう何十年も続く歯医者さんですからねとってもあの器具も最近新しくしたりしてね本当にいいんですよね。うん あまあおやじのことはあんま悪く言いたくないですけどもうだから器具とか何よりもうちょっと綺麗にした方がいいと思うんですよねなんかねほんとねあともう「週刊文集をずっと置くのやめてほしいほんとになんかそのためにうわって思うからなんか買、うん、ってんのかと思って、うん、本当っほんとに好きだなゴシップと思ってすごいいややっぱすごいですね,ね、まあ、これはすごいなうん、うん ほんまはあのーイタゴですよこれはいやいやいやほんまは滑るかもしれないが爆笑取らないとあかんないよねいやこれがやっぱいや全然本当になんか憑依されて自分で行ったことも覚えてないですあ明日大丈夫ですかエイプリルフルですけどいや本当よマジでただねエイプリルフルは本ほんとになんかねそういう意見を聞くのよやっぱり俺は思ってないけど俺大好きだ俺じなかったね俺エイプリル大好き本当本当明日もいっぱい嘘つきたい本当に <laughs> うちの子供の誕生日や <laughs> あおめでとうございます